こんにちはピアノ教師の野口孝太です今回は発達障害児のピアノレッスンで子供がピアノの下に潜り込んでしまう そんな時の対処法についいいてお話ししたいと思いますなぜこのことを動画に撮ろうかと思ったかというと同じ質問を本当にたくさんのピアノの先生たちから受けるんですね。ですので、まあ、この動画でも一度このお話をしておこうと思って撮ることにしました。というわけで子供がピアノの下に潜り込んで出てこないそんな時の対処法ですがこれは対処をしない。 というのが一番シンプルなな回答になりますもう少し具体的に言うとその子がこのピアノの下に潜り込んでいるというこの行動自体を制限するようなことはしないということなんですね。でこれはなぜかというと意味がなないからなんですレッスンとしての効果が得られないんです。でですので、まあ、下に潜って 子供が潜っていたとします。それを例えばですよ。じゃあ、無理やり、この引きずり出すようなことをしても、当然、これは、あの、効果がないですし、何かましまし、この、なんて言うんでしょう、このご機嫌取りのようなことをして出させて、出てきていただいたとしても、これは意味がないんですね。まあ、ちょっと、あの、これがどうしてかということなんですけれども、その、下に潜り込んでいるということよりも、なぜ、 彼彼女が今ピアノの下に潜らなくちゃいけないのかということを教師側が じっくり観察するということが大事になってくるんですね。この理由っていうのはもう千差万別だと僕は思っています。個人個人にニーズがあります。ですのでそのニーズに応える形で、そのでもこのピアノのレッスンであるという教師側のニーズもあるわけですから、それをどうバランスとってやっていくかということになってくるので、これはもう個別にお話ししていくとご経りがありません。ただ、総じて共通して言えるのは、 そうやってこのピアノの下に潜り込んでいる子どもが何もしていないのかというとそうではありません。もののすごい高い高アンテナをを立てて教師側の反応を 観察していますですので、まあ、これは別に下に潜り込んでる時だけじゃないですけれども特にこのピアノのレッスンという関係性が始まった初期の段階っていうのは彼彼女がどんなことをしていてもこちら側のこの出方というのをものすごい感度の高いアンテナでこの観察されてるんだよという意識を教師側が持つことだと僕は思っています。 そうした時に当然その彼ら彼女らの,その立場を守ってあげるで私はあなたにとって危険な人物ではないですよっていうことをこの 案に知らせててあげるような行動をとっていく僕なんかよく言われるのはもう下に潜ってんだったら下に潜ってるでピアノの下というのはこのピアノの音を一番ダイレクトに感じられる場所ですから「ちょっと爆弾落とした音を鳴らしてみるね」とか「ちょっとなんかこう眠くなるような音だけどどうそこでどう聞こえる?」とかって <laughs> あの声かけながら弾いてみたりとかまあ返事なんてなかったりとかするんですよそういう時は。ででもいいんですあの返事が 言葉として返ってきていないだけで、彼ら彼女らの中にはちゃんとこの心の中に植えられているので、種としてね。ですので、それはあんまり問題じゃないんです。で、あるいはこのそばにいる保護者の方とこう楽しく話したりとか、そういうことをするんですが、そういった一つ一つを彼ら彼女らはもう観察しているんです。で、それともう一つ大事なのは、教師側が下手に出て、そのご機嫌取りのようなことをして出てきていただく ということは、これは長い目線で、このレッスンでの、あの関係が続いていくということを考えたときに。あまりいい方法ではないと思っています。なぜかというと、この下に見られるからです。もちろん上下関係ではないんですよ。対等じゃなくちゃいけないんです。 ね、この対等な立場を作っていくという上でお願いして出てきていただくというような行為は僕はあまりいい結果を出さないなというふうに思っています。 ですのであくまでこの対等な関係が構築されるまで下にいようが何しようがあの僕の教室なんかではこの床とかにねこの寝転がっちゃったりとかねそういうようなあと椅子の下っていうのもありますよねあとそこに机があるんですけどけどもその机の下に潜るっていうこともありますその行動自体はどうでもいいことなんですそれよりもなぜ今君はそれをやる必要があるのかでそのや,やる必要が なくなるためには何をすればいいのかということをそれは対等な立場を崩さずに探っていく時間がかかるものと思いますがあのじっくりとここで基盤を固めておくことでその先のレッスンが花開いていくということがたくさん起こってきますので是非気長にあの取り組んでみてはあのいかがでしょうかというそういうつもりでやっていただければと思います。あのもし、ね、あの同じような教 にあってこういうことをやってみたよとかあのご意見とかありましたらぜひあのいろいろこのコメント欄でシェアしていただければなと思います僕もまだまだあの勉強中ですのであの皆さんと一緒にこのレッスンの質っていうのを上げていくことができたらなと思っています最後までご視聴いただきありがとうございましたそれではまた別の動画でお会いしましょうバイバイ。